はい、こんにちは、ハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はデラックスゲイツリバイブライドウォッチ、そして烈風炸裂デラックス時間ジャックロー、同時にね行きたいと思います。はい、ゲイツリバイブ、まあ3つのね、ミライドウォッチからこれが生成されたわけなんですけれども、はい、まずはねパッケージ、はい、今度はね砂時計型で号列、そして疾風2フォーム変身、こういうイメージだね。で多分ね音声だけこれ先に出してると思いますので、気になる方はぜひどうぞ。で後ろ、あ、ベルトに装着したままここをくるっと回すだけでもまた変身変わるんだね。あ、なるほど、これ一つで2つの変身音でね。気になるのがこれ中にねビーズ入ってるっぽいよね。あ、やっぱシャラシャラ聞こえるね。ということは、あ、やっぱりこれ中動いてる。では見ていきましょう。はい、こちらが現物なんだけど、ちょっとね個人的に気になってたのはこの中、これね綺麗に丸状なんだよね。ということは擦れて傷がつきやすいのかなとかちょっと思ってたんだけど、そういうのないみたい。ただうん、静電気がねすごい効いてる感じ。うまくあの砂時計みたいにシャーって流れる感じではないね。やっぱくっついてる。で回転がこれか。で押せるボタンがここで、ベルト装填時はここの2箇所で、で認識ピンの番号が093。では行きましょうか。最初はこっちのモードからいく。やっぱりこれ静電気で止まっちゃってる。では行きましょう。音声は2種類だ。じゃあ次回転させて疾風。顔が出てこない。もう一つ、スピードタイム。じゃあこっちはパワードタイムなんだね。ではベルトで連動でいきます。で、まあ、一通りのねゲイツ、まあ、連動した変身音とあのベルトの電源切った状態での音声いきたいと思います。
はい、以上連動音声だったんですけれども、続いては烈風炸裂デラックス時間ジャックロー。個人的にはね、あのゲイツの武器はこれが初めて、前回のはねまだ買ってないんですよ。でこれが号列で、こっちが疾風で、爪とのこの2モード変形、あいいねこれ。そう、 RKF もね、なんだかんだちょっとね今止まってる状態。これちょっとこの肩幅開くのとか面白そうで、爪とのこの2モード変形で2種類の必殺技、別売りのライドウォッチを入れて超必殺技で、スーパー爪連斬で、スーパーのこ切斬、まあどっちにしても切るんだね、まあ疾風と号列で上。はい、ではねこちらも見ていきましょう。はい、こちらがインナーです。あ、なんかね意外と大きい。これ大人が持っても普通に持てるね。これなんて書いてある、あ、爪か、ひらがなの爪、なんかちょっと目が強引な気がするけど。でトリガーで後ろで、爪が軟質パーツで、絶縁シート、まあ、電池はボタン電池、最初からテスト用が入ってると。でここにライドウォッチを送電するところがある。はい、まずはねノコモードいきましょう。で変形はここ、上でも下でもいい、まあ、オレンジ色の歯なんだね。で絶縁シート抜きましょう。これで通常攻撃、で必殺技はここ。あ、長押しなんだね。チャージ音がすごいかっこいい。ノコヘッドダウン。はい、ではね爪モードいきましょう。爪モードの変形はノコをまずしまって、でこれスピードクロー、ん、なんつった、スピードクロー、パワードノコ、スピードクロー。なるほど、じゃあちょっとスピーカー近くで、パワードノコ、スピードクロー。はい、ではね爪の通常攻撃、爪だから持ち方こうだよね、いきましょう。で爪の場合はここ、さっきがねあのノコの場合長押しでチャージだったんだけど、必殺技押した回数分だけの技らしい。ではいきます、1回から。2回、うん、じゃあ次ね5回いきましょう。でマックスが10。した回数分だけ、マックス10回の連斬、これが爪連斬だね、面白い。でも個人的にはノコのチャージの方が結構ツボってる今のところ。あ、これ結構面白いわ。でここだと引っかかっちゃうので、しまってから爪出すと。で持ち方がこうだね。これ左手の方がいいのか。ではライドウォッチ連動の必殺技、爪なので疾風でいきます。
このまま変形でいけるのかな。やっぱ大気音がないと始まらないよね。で、脱着はここか。もう一回いきます。今度は、はい、号列の方でノコ。面白い。まあこのまま変形させてこれをくるっと回っただけじゃ、まあ当然ながらならないと。まあやっぱ大気音が聞きたい場合は一回外してもう一回取り付ける。でこれ他のライドウォッチだったらどうなんだろう。ではゲイツ。今ねこれ乗っかってるだけなんだけど、がっつりと一応ハマってんのかな。でもなんかねちょっと不安定。あ、一応ロックはしてないからこれはねちょっと危ないかも。ロック解除押さなくてももうすっぽ抜けるんで、ちょっと形状的にねやっぱくっつかない、ちょっと無理があるみたい。まあ、くっつかないことはないけどあんまりおすすめはできない。まあ、普通のライドウォッチもしくはゲイツリバイブ。大気音中に変形はあれだね、大気音がキャンセルされるね。大気音がキャンセルされます。はい、一応なんとなくいきます。あんまりというか全然似てなかったです。はい、そんなわけでね、今回の動画は以上となりますけれども、まあ、ここ最近の放映見てると、まあ、月読みが完全に相互を潰せみたいになってて、でね、ゲイツが考え揺らいでて結構困惑してるっていう描写がね多いんだけど、まあどうなるんだろうね。そのままやっつけちゃうのか何なのかで、まああとはね、アナザージオも出てきたしね、結構展開読めないよね。でまあライドウォッチもね、最強フォームもどんどん出てるけど、まあそこら辺はもう劇中にも出てこないんじゃないかなと、読んでるんだけど、どうなんだろう。まあ、一応ね、出たからにはね買ってはいるんだけど、まあこのまま未登場だとねちょっと寂しいけど、まあお布施代わりにいいのかなといったところです。はい、そんなわけでね、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。